こんにちは。今回のご紹介なんですが、中国製のメーカーとしては代名詞であります、アトートのオーディオ機器のご紹介となります。こちらが取説になるんですけれども、今回はこの P9 多機能オンダッシュナビゲーター、こちらのご紹介をしていきたいと思います。今こちらにトヨタの純正のディスプレイオーディオが映っておりますけれども、こちら10インチちょっとあるんですけれども、こちらが9インチということになっておりまして、大きさもほとんど変わらないぐらい大画面になっております。で、9インチとか10インチってやはり一番売れ筋になっておりまして、なおかつ非常に使いやすいと、いうこともあります。で、こちらのアトートの製品は、高性能でありながらも、日本製と比較をしても、価格的には半値ぐらいで買えてしまうということで、非常におすすめとなっております、ポーダブルオーディオとなっておりますので、ぜひ興味のある方は最後までご覧になっていただければと思います。まずこちらのポーダブルナビで何ができるのかっていうことを私なりの使い方でご紹介をしていきたいなと思います。で、一番重要なところはやはりこう外部入力ができるかどうかっていうことだと思うんですけれども、ポーダブルナビですと外部入力ってなかなかできないものが多かったりします。それどういうことかと言いますと、これちょっと外してみないとわからないんで、一回外してみようと思うんですけれども、で、これね、すごく物がね、軽いんですよね。で、これ9インチなんですけど、すごく物が軽くて、割とこう薄型になっています。なので、こういったエアコンの吹き出し口にも設置ができるぐらい、非常に軽量になっているということになります。で、このように見ていただくと、外部入力って特にはないように思われがちなんですけれども、なんと、こちらですね。この USB こう2つついてるんですけれども、これ上がですね、HDMI のイン機能というのがこれついてるんですけど、これオプションになるんですけど、このコネクタを買うことによって外部入力がまずできるという機能がこの P9 には備わっています。で、もう一つはこちらのカメラですね。で、これドライブレコーダーの前後、これついてるんですけれども、今回私が使うのはちょっと違った使い方でご紹介をしていこうと思うんですけれども、このように USB-C がこう2つついているので外部入力ができる仕様のものとなっているっていうのが他のポーダブルナビとは大きく異なるものとなっておりますし、ワンディンタイプの大画面仕様のディスプレイオーディオ最近出ておりますけども、そういった備え付けのディスプレイオーディオにも勝る機能っていうのがついていると、いうことになっております。で、ドライブレコーダー前後搭載されているということでお話ししたんですけども、カメラはこちらですね。これフロント側のカメラで、こちらがリア側のカメラということになってます。で、配線は今ここにブランブランしてるんですけども、こちら、それからこれですね、配線がついております。ここにカメラをつけることによってアプリに関しましては、このリアカム、それからこの DVR カムっていうやつですね。これを使うことによって、ドライブレコーダーの機能。こちらを使うことによってドライブレコーダーの機能を使います。一度お見せするんですけれど。はい。カメラ今繋いだんですが、こちらですね。はい、そうしますとこのように今映ってるのが分かりいただけると思うんですけれども、ドライブレコーダーの機能として使えると。で、ここでタッチパネルで操作ができるということになっています。で、録画の設定なんかもここで設定ができるようになっていると、いうことになります。で、これオーディオなので、これ自体には駐車監視っていうのがついてないんですけれども、このように整頓とか鏡像とか、そういったこともできるようになっています。で、ここ。今これ SD カード入れてないんで、できないんですけれども、このように静止画の撮影と、そうということができるようになっています。で、ここで画像設定等もできるということになっています。はい。で、戻る場合は、ここを押していただければ戻れると、いうことになっています。で、アプリもこのフロント画面に持っていきたいといった場合には、
から30分経ちました。そうしますと、うちに持っていきたいよという場合は持っていくということができます。今ちょっとビデオと入れ替わったんですけれども、そうしますとこのフロント画面のところですね、でここで DVR カムっていうのが使えると、まあ、いうことになります。でリアカムに関しましてはバック連動になってるんですけれども、今回私はこのリアカムではなくて外部入力ができるということで拡張機能ということでご紹介するんですけど、例えばこういうことができます。左前方です、はい、今切り替わったんですけれども、これはアラウンドビューモニターをつけているんですけれども、まあ、こういった形でアラウンドビューモニターとして使うと、でバックのトリガー信号を入れると切り替わるようにもなります。前方です。でこれ今前映し出してるんですけれども、一度映し出してからアプリの画面に戻るということになります。または音楽を聴いてたりするようなケースもあったりすると思うんですね。まあ音楽を聴いていたと。で、バックに入れます。左前方です。まあこういう形で音楽を聴きつつ、まあバックモニターとして使用することができるし、まあこちらの標準のカメラを使っていればもう完全にバックだけになります。で、アランドビューモニターと使いたい場合もこういう形で使うことができると、まあいうことになります。まあ、こんな形で使えるんですけれど、まあ、こういう拡張機能にも対応していると、まあ、いうことになります。こういったところが非常にこのポータブルナビが非常に使いやすいというところになります。まあ、この価格帯になってくると、まあ、こういった使い方もできるというところが特徴的なポイントになってくるかと思います。また、こちらのポータブルナビなんですけど、もちろんこちら。録画映像をパイオニアクラウドに保存します。カープライド、カープレイ、それからアンドロイドオートももちろん使えるようになっております。で、また今、パッとつなげましたけれども、これ誰でも簡単につなげられるようになっておりまして、これもアトオートの製品の信頼できるポイントなんですけれども、携帯の Bluetooth の接続画面なんですが、P9 という項目を選択していただいて、つなげていただければ、あっという間につなげるということができるようになっております。で、これのいいところはもう皆さんもご存知だと思うんですけれども、 Google マップ、それからこのアプリを使うことによって、まあ、こういう感じでこの製品のアプリを使ってナビを使うということも可能になっております。まあ、例えばこちらなんですけれども、 NP1 ホンダディーラーに行きたい、案内を開始します。はい、こんな感じでこの製品によってボイスコマンドが働いて、まあ、こういった形で、これまあ Google マップよりもより一層細かく、それから詳しく分かりやすく案内してくれる製品となっておるんですけれども、まあ、あえてこれ名前言ってないで言っているのは、この名前を言ってしまいますと音声コマンドが働いてしまいますんで、まあ、言ってないだけなんですけれども、まあ、こういった使い方ももちろんできるようになっております。 NP1ルートを消去して、ルートを消去しました、案内を終了します。マップを、まあ、モニタリングだけさせて音声でコマンドを出力する、まあ、そういった使い方も、まあ、この P9 でもできると、まあ、いうことになっておりますので、非常に使いやすい、導入することによって満足いただける製品になってるんじゃないかなと思います。で、今回こちらの製品なんですけれども、通常ですとシガーライターソケットから電源を取るタイプなんですが、これはそういうタイプではなくて、三芯のケーブルで電源を取るタイプになっております。非常に珍しいものになってるんですけれども、これ、ヒューズボックスから取れるようになっておりまして、まあ、こういったアダプターも付属しておりますので、まあ、これを使っていただければ簡単に車に取り付けができますし、まあ、何よりもシガーを使わないことによってスマートに取り付けられるというところも大きなポイントになってくるかと思います。まあ、これ自体も冒頭でご紹介したんですけれども、エアコンの吹き出し口に取り付けるということができます。まあ、こういったマウントももちろん付属はしているんですけれど、まあ、こういったマウントで付けるよりもやはりこういった付け方する方がスマートですし、電源を取る際も三芯のケーブルから取る方が配線がごちゃごちゃしないでスマートに取り付けられるというところで、こちらの製品の特徴となっております。
次重要な機能なんですが、こちらに BT2 って書いてあるんですけれど、これ Bluetooth 飛ばし、要するに Bluetooth のレシーバーではなくてトランスミッターがついておりますので、車載のスピーカーに音を出力するということができるようになっております。まあ、そちらをご紹介していこうと思うんですけれども、まあ、今実は音楽流しておるんですけれども、まあ、こちらフリューミュージックということで今音楽流しております。で、このポーダブルナビでももちろん音楽流せるようにはなっておりまして、まあ、一応もう一回戻るんですが、まあ、ここのところで設定ができるようになっております。まあ、Bluetooth 内蔵スピーカー AUX FM 飛ばしということで、この4つの方式で音声の出力ができるんですけれども、やはりこれだけスマートに使えるポータブルナビなので、Bluetooth トランスがついてた方がいいと思います。で、このような形で音。このようにですね、ステアリングにスイッチがついている車、まあボクシーの場合もこちらついているんですけど、まあここのところでも操作ができる。これかなりポイント高いと思います。で、もちろんこのように付属品でこういったものがついているので、まあステアリングのこのスイッチがついてない車なんかですと、まあこのハンドルに、ステアリングに、まあこの付属のリモコンをつけるということもできるわけなんですけれども、この Bluetooth トランスのいいところというのは、まあ、この純正のこのスイッチで Bluetooth の操作もできるというところが非常にこの P9 の大きなセールスポイントになってくるかなと思います。また最近の使い方の例でご紹介なんですけれども、当チャンネルはドライブレコーダーのレビューが多いんですけれども、まあ、ドライブレコーダーの例でということでご紹介すると、例えばこちらなんですけれども、これ、まあ、このパイオニアのドライブレコーダーなんですが、例えばどういうことができるかというと、これマイカーウォッチっていうやつなんですけど、これね、すごく重宝する機能になってるんですけれど、これパイオニアのクラウドの方に今アクセスしている状態になってるんですけれど、こうします。はい、このようにクラウドを経由して、今これ位置情報をここ表示していて、で、これ車内の中を映し出してるんですけれども、これ実はエンジンかけていない状態で携帯でこういった画面を見ることができるようになっています。なので車の中に人がいない状況で、例えば夜中車止めてる時に何かあったんじゃないのっていうことを遠隔でこの車内カメラで車の外の状況であるとか、またこちら切り替えますと前の状況を確認したりすることもできるし、または最近ですとワンちゃん私飼うようになったんですけれども、ワンちゃんを留守番させてる時なんか、こう後ろ乗せてる時にちゃんと留守番してるかなっていうのをすごく気になると思うんですね。まあ、そういった時にこれ使ったりするということができるので、すごく便利な機能になっております。まあ、こういうものが使えたりとか、それからこちらですね、まあ、これはもう一般的なドライブレコーダーでもある機能なんですけれど、動画を見たりするということもできます。で、これもパイオニアの製品になりますと、これクラウド上で見ることになるんですけれど、まあ、こういったイベント録画なんですけれども、こういったものを、はい、見たりするということが可能になると、まあ、いうことになりますので、すごく便利になっています。で、これパイオニアのクラウドでデータが保存されますし、またドライブレコーダーにも SD カードついてますんで、 SD カードでデータを確認すると、まあ、いうこともできるようになっています。なのでこういった機能を使うという意味において、このポーダブルナビというのは非常に拡張性に長けた製品であるということをご紹介することができるかなと思います。あと最後なんですけれども、最近のアトートの製品にはみんなついてるんですが、このトラック HU という機能ですね、まあ、こちらをご紹介しておきます。で、こちらは、このステータス有効。で、これスキャンして車両情報表示ってあるんですけど、これ携帯で見るようになるんですけれども、車両の位置情報の履歴を記録してくれる機能となっておりまして、車が
どこに行ったのかっていう位置情報を確認するための機能となっております。まあ、先ほどご紹介したパイオニアのドライブレコーダーで遠隔で車両の状態を確認ができるという機能になってるんですけれども、まあ、それに似た機能になってるということになっております。あ、こちらの方はパイオニアみたいにドライブレコーダーのカメラを通じて車の状態っていうものがあれば見れないんですけれども、まあ、位置情報の検知ができるということで、非常に便利な機能がついているということで、まあ、こういったところも非常にセールスポイントになってくるんではないかなと思います。はい。ってことで、今回なんですが、こちらの後々から新しくリリースされております P9。詳細名は P909PR-S3 という製品になるんですが、こちらのご紹介の方させていただきました。まあ、こちらの製品、もう、ポーダブルナビの領域をはるかに超えたポーダブルナビとしてはもうハイエンドクラスのナビになっているということで、まあ、機能性にも非常に長けた製品となっておりますので、特にオーディオの更新をしたい、今時のオーディオを入れたいという方にとってはもうこちらの製品というのは非常にうってつけですし、特にポーダブルナビになっておりますので、いちいち古い純正のオーディオ等を取り外さなくともそのままポンと付けられてしまうというところが非常に長けたポイントで、さらに 2D タイプのディスプレイオーディオと遜色のない機能がこのポーダブルナビでも使えるというところがこの P9 の最も長けているポイントになってくるということが皆様にお伝えできるかと思います。こちらの製品の詳細なんですけれども、概要欄の方に貼ってございますので、ぜひ興味のある方は最後までご覧になっていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。